モニカボットモニカセシリアボットはアメリカ合衆国のカルフォルニア州サリノス出身のソフトボール選手テネシー大学の女子ソフトボールチームに2004年から2007年まで所属していた大学時代には全米大学体育協会の開催するディビジョン I のソフトボールの大会で勝利数、脱三進数、完封数、投球回などで歴代記録を塗り替え 数々の賞を受賞した。2008年5月23日には、彼女の故郷であるカルフォルニア州のサリナスに、アメリカ代表として、大学選抜とのエキシビジョンマッチに参加し、3000人の監修の前でプレーした。ゲームの前に5月23日はサリナスにおいて、正式にモニカ・アボットの日に指定されたとの紹介があった。アボットはこの試合はわずか2本のヒットを許したのみで、 試合にも10から0で勝利した。2008年の北京オリンピックには3人のピッチャーの、うちの1人として、キャット・オスターマン、ジェニー・フィンチと共に選ばれ、ソフトボールアメリカ代表として参加した。予選と準決勝の日本戦に先発、無失点の高騰をしたが、決勝の先発は、キャット・オスターマンに譲った。アボットは6回、7回の2回をリリーフしたものの2回。 一失点で試合にも負けてしまった。2009年から日本女子ソフトボールリーグのトヨタ自動車レッドテリアーズに所属。2010年にはシーズン14勝を無敗、決勝トーナメントでは日立サンディーバを相手に完全試合を達成するなどの活躍を見せ、シーズン MVP を受賞している。左投げ左だ。ポジションは投手。百191センチメートルの長身を生かした。 ダイナミックな投球をする。日本はアメリカとライバル関係であり、北京オリンピックの決勝で敗れたこともあり、悔しさと辛さで当初は日本でプレーする気はなかった。しかし、家族や親友と相談し、日本文化や日本のソフトボールを体験してみよう。もし好きになれなかったら、アメリカに帰ればいい。1年だけやってみようと決意。日本を好きになってそのまま移住した。 ありがとうございます。